今回のテーマはおしゃれなスライドショー。お子さんの写真や卒業、旅行などたくさんの写真を使ってスライドショーを作るための時短テクを3つ紹介します。またテキストやエレメントを使ったり、トランジションやキーフレームでおしゃれに演出する方法も紹介するので、最後までご視聴ください。こんにちは、ワンダーシアクリエイターの市川です。カメラやスマホで撮影した写真を使ってスライドショーを作ったことは皆さんありますか？たくさんの写真を使うとスライドショーを作るのはちょっと大変ですよね。フィモーラを使ってワンクリックでできるテクニックを紹介します。また後半ではテキストやエレメントを使っておしゃれに演出する方法も紹介しますので、挑戦してみてください。最初に紹介する時短テクは、音楽に合わせた編集をぐっと楽にするビート検出です。やり方はとっても簡単です。スライドショーに使いたい音楽ファイルをインポートしたら、メディアウィンドウのサムネイルを右クリックしてビート検出をクリックするだけです。ここのマークが変わったら検出完了です。タイムラインに追加するとオーディオクリップにビートマーカーが追加されるので、写真の長さをマーカーの幅に合わせて調整していきます。オーディオクリップの白いタブをスライドさせて BGM をフェードアウトしたら、リズムに合わせて写真が切り替わるスライドショーが完成です。もっと細かくマーカーが欲しい場合は、もう一度サムネイルを右クリックしてビートオプションで設定変更できます。2つ目の時短テクはブラー背景です。たくさん撮影した写真は縦だったり横だったり正方形だったり、サイズがバラバラなことも多いですよね。タイムラインに追加すると、左右か上下に黒い隙間ができてしまった時に使えるエフェクトです。写真が並んだトラックの上にエフェクト、フィルター、ブラーから好きなものを選んで追加してみましょう。画面にうまく収まらない隙間の部分をボケで埋めてくれます。これだけで画面全体が明るくなりますね。さらに色を入れたりボケ感を調整してもおしゃれですね。3つ目の時短テクはランダムなトランジションです。フィモーラにはたくさんのトランジションが搭載されていますが、一つずつチェックしながら好きなものを選んで追加していくのは結構大変ですよね。そんな時はトランジションを追加したいクリップを全て選択して、どれでもいいのでトランジションのサムネイルを右クリック、選択クリップにランダムに適用するを選択してみましょう。選択した複数のクリップにトランジションが一括で適用されます。音楽に合わせて速度を調整したい時はトランジションの部分をダブルクリックして持続時間を調整、全てに適用をクリックすると一括で速くしたりゆっくりしたりすることができます。部分的に変更したい場合は、任意のトランジションを上から重ねると秒数を変えずに入れ替えることができます。3つの時短テクであっという間に音楽に合ったスライドショーが完成しましたね。あとはキーフレームで写真を動かしたり、テキストやエレメントを追加してスライドショーをおしゃれに演出していきましょう。今回のようにゆったりした曲で作るスライドショーは、ゆっくり写真をズームしたりスクロールすると雰囲気が出ますね。写真のクリップを選択してキーフレームボタンから設定できます。2箇所の動きをつけておいて、クリップ上の丸印を前後させて動きの開始と終わりを調整します。文字も雰囲気よく配置すると、さらにおしゃれな演出を追加できます。以前紹介したエモーショナルテキストを使ってみます。詳しい作り方はこちらをご確認ください。写真の長さに合わせてクリップを伸ばしたり、間のキーフレームを調整していきます。アニメーション、タイプライターも追加するとすごく雰囲気が出ますね。さらに今回はフィルムストックのエフェクト、トラベルライフパックを使って旅行の雰囲気を演出してみました。皆さんもフィモーラの機能を使って
おしゃれに演出してみてください。パソコンやスマホに保存されている写真を素敵なスライドショーにすると友達や家族にシェアしやすくなりますよね。ご紹介した時短テクとおしゃれな演出をぜひ役立ててくださいね。この動画が役に立ったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。